勝負だ。いいだろう。それでいいんですよ。神の放つ木は普通の人間には感じることができないんですから。気合い入れぞ。また上に行けんぞ。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうくなくちゃ、俺の本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。無駄なことを。あんまりじゃねえか、ビルス様。まだ全力出してねえだろ。バレたか。いいよ、分かった気するぜ。ビルス様くれ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それってお喋りはそこまでだ。君にはわからんさ。ベジータ、悪いが。勝手にしろ。私はね、感謝？初めて努力したのもあなたへの復讐心が何よりも、私がどんな思う、それがどれほどの屈辱。喋ってねえで早く。背景孫悟
やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。さあ、次はおめえの番だ。持ってきてねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも筒に隠さずステップアップするとしましょうかね。うわぁ！なに？お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ、孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところ腹立つけど、今回そうなっちまうかもしんね。全開で行くぞ。全開バターさあ、選手交代だ。